はい、短期決戦です。1月10日8時33分です。第1242回ロト6の予想の準備をしていきたいと思います。ロト6ね。N を押すと消えるのかな？あ、消えるじゃん。これいいね。短縮機器があるね。ロト6、ミニロトはね、956回。あ、昨日だね。ミニロト昨日だね。
36、37、38、39、40、あれかな、1が2回、2が1回、3が1回、4が1回、6が1回、6が1回、7が1回、8が1回、11が1回、14が1回、15が1回、17が1回、18が1回、19が1回、22が1回、23が、23、23、23が1回、25が1回、26が1回、27が1回、28が1回、30が1回、30が1回、32が、32が1回、ボーナス数値、33が1回、34が1回、ボーナス数値、36が1回、37が1回、38が1回、39が1回、40が2回、6回中2回が1と38と40、本当に合ってる、なんか適当にやっちゃったけど、6回中2回が1と38と40、今後4回、31が2回、1回ボーナス数字、36が、1回、37が1回、39が1回、6回だから、6個だから、4回中3回が15、4回中2回が6と22と23と25と、4回中2回、1回ボーナス数字が31、4回中3回が15、4回中2回が6と22と23と25、4回中2回、1回ボーナス数字が31、 OK、6回、過去6回抽出数字1、2、3、4、5、6、7、8、
と9と6がボーナス数字。2と6と9と1と10。多いな。連続する数字を入れる。1234。6789。
準備できたね。はい、ご視聴ありがとうございました。これで終わります。次、予想です。